ら味方じゃない。どうしたの？私に？どこかで聞いたことある気がするんだけど覚えてないわ。ラコルルに聞いてみれば？でもなんだか悔しいな。私音楽以外に取り柄がないから何だって知っていたいの。それだけは誰にも負けないってね。だけど音楽しかできないのに歌が下手って言われちゃってるし、いいとこないわね。ちょっと落ち込みそう。謝らないでいいわ。あ、そうだミカト、その曲私と一緒に再現していかない？そう、ラコルルがその歌を歌ったら少しずつ覚えてきて、それを少しずつ組み合わせていって一つの曲にするの。どう？面白そうじゃない？それじゃあね。に手伝ってもらって作った楽器クリッククって言うんだけど、ミカトにあげる。ちょっと吹いてみて。練習が必要ね、これは。もしやり方がわからなくなったら画面右上にある説明ボタンを押してみてね。そうするとクリククの吹き方に関していろいろと知ることができるから。吹き方はわかった？それじゃあ今度は曲を吹いてみましょうか。どんな旋律だったか覚えてる？大体の旋律は分かったわ。それなら再現できるよ。それじゃ吹いてみましょう。ラコルルの口ずさんでいた旋律はきっとこんな感じだと思うわ。頑張ってミカト。じゃない、素質あるかも。ちろん。とっても楽しかったわ。また教えてあげるね。おかえりなさい。寒かったでしょ。ラコルル、逃げるつもりなの？血塗られたその手は永久に清められることなどないのに。愚かね。戦いを捨てることなどできないわ。そのうち思い知ることになる。そのうちに修行の旅に出たんだ。いやいや、そりゃあもうつらく厳しい旅でございましたとも。悪者どもをバッタバッタとなぎ倒したり、大自然の脅威でびっくりしたり、腹ペコで倒れそうになったり、まあ旅先で出会ったかっこいい人に一目惚れしたりなんかしちゃったりして、その人がなんとなんともうとびっきり波乱万丈、びっくり仰天、大河ロマン、出前一丁、尻滅裂な修行の旅だったんだから。もう全部は語り尽くせないよ。番外編リムルの大冒険を待っててねって感じ。番外編？もののたとえ、それぐらいすっごい旅だったんだよ。これからは姉様と一緒に2人でずっと暮らせるね。姉様、この小さくて頼りなさそうなガキンチョは何？この子はね、ミカトって言って、私の従者としていろいろお手伝いしてくれてるのよ。従者なんて、私が姉様の身の回りの世話してあげるって。しっし、あっち行けガキンチョ。ねえリムルル、ミカトも頑張ってくれてるし、長老様がどうしてもっておっしゃるからね、一緒に暮らしましょう。姉様がそう言うならしょうがないわ。ミカト、ほら握手。ちょっとあんた、悪いことしたら追い出すからね。リムルル、上がって。旅の疲れを癒してね。ねえちょっとあんた、姉様どうかしたの？あんなに寂しそうな顔するなんて。何かあったのかな？心配。分詰まったわね。空気がおいしい。それは雪の精霊が頑張ってくれているからよ、きっと。どうして笑ってるの？私変なこと言ったかしら。今日の雪かきは大変だ。そこのあんた、他にいないでしょ。これから雪かきするから手伝いなさい。私、ミカトに頼もうと思っていたことがあったんだけど。なになに？ミカトには雪かきやらせておくから、私が姉様のお手伝いするよ。従者は文句言わないの。まあまあ、リムルルは雪かきをしてちょうだい。姉様がそう言うなら。私は今日イレシパクルの子供たちを訪ねるの。その時ちょっとお手伝いをしてほしいんだけど。あ、でも雪かきをお願いしてもいいわ、ミカト。そう、それなら仕方ないわね。私一人で行ってくるわ。雪かき頑張ってね。大丈夫だよ、姉様。こいつがサボってたら私がビシバシッと言ってあげるから。リムルル、暴力はダメよ。もちろんそんなことしないってば。ちゃんと話し合いで全て解決しますとも。いってらっしゃい。さてミカト、ビシバシこき使ってあげるからね。もしサボってるのを見つけたらリムルル様の鉄拳が飛ぶかもよ。話し合いにちょっとした身振り手振りが混じるだけ。うだうだ言わないの。さっさと雪かきの道具持ってきなさい。さもないと。ああ、さあ